キューズモール森のみやキューズモールベース建物屋上にあるエアトラック森のみやキューズモールベースは大阪府大阪市中央区に2015年4月27日に開業したショッピングモールである東急不動産が運営するキューズモールの4店舗目で日本国内の商業施設では初めて屋上に本格的なランニングトラックを常設 日本生命球場の跡地に建設したことから、施設名には野球の類を意味する英語のベースを入れている。当施設の敷地では、日清球場の閉鎖、解体後に、分譲マンションのモデルルームや、コインパーキングを開設。球場が存在したことを示す施設やモニュメントが建てられなかったため、野球場の輪郭をモチーフに作られた、周辺歩道の舗装パネルや、 跡地に残ったスタンドの土手、階段、外壁が、わずかに球場の面影をとどめていた。2011年4月26日に、大阪市安倍野区内で、安倍野球ズモールを開業した東急不動産は、球場及び跡地の所有者である、日本生命保険に対して、球場の記憶を継承し、地域に愛され、共に発展していく商業施設としての再開発計画を提案。 2013年2月28日には、球場跡地に、事業用定期借地権を設定することで両者が合意した。東急不動産では、関連会社の東急スポーツオアシスを投資施設の、キーテナントとして誘致する一方で、アスリートネットワーク、街ライブラリーとの間で施設パートナー契約を、締結。スポーツや健康に特化したコミュニティ型ショッピングセンター、として、 従来の商業施設と一線を画すとともに、物販向けスペースの面積を全体の4割程度に留めた。施設正面の外観には、日清球場の跡地を活用することにちなんで、球場の形をモチーフにしたデザインを採用した。また、陸上競技の短距離選手として、長らく世界レベルで活躍した、朝原信春の監修、竹中工務店との共同開発によって、 エアトラックを屋上に3レーン設置。施設の一角には、スーパースポーツゼビオのプロデュースによる、総合クライミングジム施設、クライミング分や、街ライブラリー森のみや、キューズモールなどを入れている。2015年4月27日に、49店舗で、グランドオープンを迎えた。なお、エアトラックについては、施設近隣の中央区玉作りに本社がある、森下人丹が、 グランドオープン後に複数年契約で命名権を取得。同社の新ブランド、ヘルスエイドを冠した、機能性表示食品の発売開始に合わせて、翌20日から、ヘルスエイドエアトラックという故障を用いている。2015年9月時点での情報をもとに記述。敷地内には、以下の施設に加えて、ドッグランフードコートカルチャーセンター、複数の医療機関などが存在する。 ありがとうございます。